庭図書館のある一日。今回は庭図書館のよむよむフェスティバルを紹介します。令和5年4月29日に大田市庭図書館において春のよむよむフェスティバルを開催いたしました。これは読書の普及推進と図書館を多くの方に利用してもらいたいという思いを込めて行いました。館内では図書館司書からの推しの本を並べました。幼児・児童向けに読み聞かせをした時の本を展示しました。子どもの読書習慣に合わせて毎年実施しています。全国の学校図書館で読んでほしい本もあります。庭図書館は障害学習センターでもあることから、地域活動で作成された作品も合わせて展示しています。隣町の湯の津図書館からも絵本の展示に来てもらいました。庭図書館にはない本がいっぱいです。さつまいもの植え付けを体験。小学3年生以下の子どもたちが参加しました。秋にはたくさんの芋ができることを願って。正面入り口では庭高校生と福祉ネットワーク虹の皆さんによるお菓子などの販売もあり、子どもたちは大変喜んでいました。よむよむフェスティバルは春と秋の2回開催しています。たくさんの皆さんに来ていただきたいですね。この他にも庭図書館ではフラワー教室を開催しました。久々に復活、かぶりもんずライブを開催しました。大田にはまだまだ知られていない遺跡が多くあり、これからも皆さんに紹介ができればと思います。今回は庭図書館で行われている行事を紹介しました。庭図書館では本を読む借りるだけではなく、このような行事もたくさんしています。この他にも多くの皆さんに来ていただきたいという思いから、さまざまな企画をご用意してお待ちしております。